なんて読むのかな、龍山鉱山、辰山鉱山、ちょっとどっちかわからないですけども、この鉱山がこの目の前にあるということで、1869年から銅の採掘が始まりましたということで、この目の前で、まあ、この鉱山1961年まで稼働してたという鉱山ですね。まあ、ほとんどの鉱山が1960年代から70年代の間に、稼働が停止したと思うんですけども、まあ、現存してるんですよね、まだ。でちょっと今日はここに行ってみようかなと思います。まだ一部建屋が残ってたりしてるそうです。でなんかちょっとね、心霊スポットみたいな感じにもなんかなってるような雰囲気なんですよね。まあ、鉱山ですからね、崩れたりして、亡くなられた方とかおったりするんでしょうかね。気温はね4度ぐらいです。ちょっと寒いですね。でちょっともやっとしてます。建物があります。見えますかね。まあ、以前もね明るい時に来たことあるんですけども、ここはどういう建物だったのかわからないですけど、廃油とかねそういうのが以前、あとモーターとかね置いてありました。タイヤとかにはあります。これはねボートの東芝と都波で、ここは普通に、車が入れる道なんですけども、まあ、このままずっとまっすぐ行けば、二手に分かれてるんですけど、左手に行けば普通の民家、右手に行けばその鉱山の道に入るという場所なんですけども、ここはまあ車とかトラック置いてたのかな。で、この建物がその当時のここで働く社員の寮だったということで、非常になんか不気味な感じです。ここですね。あんましねいい雰囲気はしません。ちょっとね、お札の家に似たようなそんな雰囲気が、残ってます。もう間違いなくね、この建物戦前ぐらいからあったような雰囲気でございます。
あれはね、仏壇かな、なんかそんな感じの入れ物が置いてあります。ちょっと行ってきましょう。これは2階までねあるんですけども、この建物が、まあだいぶ経ってるんですけどね、こうやって形に残ってるっていうのは相当立派な作りをした建物だったんでしょう、はい、こっち側にもありますね。結構大きな量だったんですよね、はい、うわ気持ち悪っ。うわこれはきついな。これがね鉱山の一部です。ちょっとね倒壊の危険性があるので近くまではね寄れないですけど、ベルトコンベアがね見えますかね、目の前に、ま、結構ね大規模な建物なんですけど、向こうの奥見えるかな。縦長なんですよね。縦長っていうか奥の方まであるんですよね、建屋が。でこんな感じで、採掘した、石とかそういうのをトラックに積むのかな、コンベヤがあります。まあ、夜なので真夜中なのでちょっとそんなに分かりにくいですけども、こんな感じになってます。でこっち側はもう何もないんですよね。大体この目に入るものといったらこの社員寮、あーなんか気持ち悪いな。で霊能師の方が言うんですけども、最初来た時通った時より帰り道とか、まあ、再びこの違う角度で、まあ、これは今登っていってるんですけど、さっき降りてましたね、見るのとまた全くその全然違うって言ってましたね。まあ、例えばお化けがこの行き道にはいなかったけど帰りの同じ道のを通ると実はいたとか、そういう話をきます。でも間違いなく気持ちが悪いスポットですね。びっくりした、なんか動いた。
いやーここは気持ちが悪いですね。なこの明かりをね照らしながら道を歩いていくと、まあ、幽霊が寄ってくるらしいんですよね。だから昔のその亡くなった方、まあその戦国時代とか江戸時代、まあそのお通夜導いてる人みたいな感じで思って霊は集まってくるらしいです。明かりを持ってたりねしてたら、だからもしかしたら集まってきてるのかもしれないし、でもここは気味が悪いですね、夜は特に、はあ、しかもめちゃめちゃ寒いという。いう感じでお送りいたしました。皆さんも興味あったら行ってみてください。